皆様こんにちは。音楽留学&ビジョンの留学カウンセラー平田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は国別オンラインセミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。今回は2回目のセミナーということでアメリカについてお話しさせていただきます。はい、国別の留学セミナー2020アメリカということで、お話をさせていただきます。ご説明の中に音楽留学成功の3つのポイントというのも、途中途中でご紹介させていただきますので、こちらもよろしくお願いいたします。それでは早速ですね、はい、アメリカってどんな国というところからなんですけども、クラシック、ジャズ、ポピュラーミュージック、ミュージカルなどの幅広いジャンルを学ぶことができます。専攻も演奏のみではなくて、サウンドエンジニアだったり音楽ビジネスなど各々の大学がさまざまなプログラムを用意しているっていうのもアメリカの特色であります。でアメリカの中でもニューヨークだったりとかロサンゼルス、あとは、ボストンですね、などが人気です。で主張の強い国民性ですので、何事にも積極的にアピールするっていうことが大事になってきます。じゃあ肝心の、音楽大学だったりとか専門学校、どういった感じで学校が学科を用意しているのかといったものをご説明させていただきます。まずなんですけども、準学士課程アソシエイト・オブ・アーツというものなんですけども、こちらは2年制の、大学になってまして、日本でいう短期大学に、のものですね。で名前としてはコミュニティカレッジっていうもので、聞かれることが多いんですけども、2年生の大学として、準備してるっていう課程もございます。で次が、一番一般的なのではないかと思うんですけども、学士課程、アンダーグラディエイトの課程ですね。で取得学位はバチェラーになります。で次が大学院の方で修士課程でグラディエイトの課程になります。で取得学位の名前はマスターになります。で次が博士課程ドクトラルなんですけども、こっちがですね、学士とか修士よりもより研究といった意味合いが強くなってくる学科になりますので、演奏技術の向上はもちろんのこと、リサーチといったものも大学生活の中で大きな、部分を占めてくるものになりますので、そういったところもご注意いただきたい点になります。であとはですね、ディプロマ課程っていったような、取得学位自体はないので修了証明書が出されるものになってくるんですけども、ディプロマという名前の学科なんですけども、学校によって内容が大きく異なります。というのも、レッスンだけのような形でディプロマ課程に行かれる方もいれば、こう研究といった意味合いでよりこう博士課程といった勉強の分野が近しいものでディプロマ課程という名前で開かれているものもありますので、こちらがね、要チェックが必要になってきます。で次に専門学校なんですけども、こちらは基本的にディプロマ課程、修了証明書が出されるものといったものが専門学校で用意しているものになります。でその他にもサーティフィケートのコースだったりとか証明書が出るコースですね。あとは短期のプログラムとして、夏休みなんかに開かれるサマーコースだったりとか、その他にも10週間だったりとか、3ヶ月だったりとか、いろいろな期間で、準備している学校が多いので、そういったところも魅力になります。じゃあその中でアメリカの代表校ってどういったところなのっていうところなんですけども、まずは大学の部門ですけども、こちらお名前聞いたことある方がとても多いんじゃないかなと思うんですけども、ジュリアード音楽院ニューヨークですねだったりとか、有名なレディー・ガガさんも、通っていたニューヨーク大学音楽学部、またカーティス音楽院だったりとかバークリー音楽大学、こちらはジャズとかポップスで有名ですね。あとはニューイングランド音楽院だったりとか、さまざまな大学が、アメリカにはあるんですけども、本当にクラシック、ジャズだったりとか、もういろんなジャンルで、開かれている大学がとても多いです。
で専門学校なんですけども、アンドビジョンでご紹介しているのがコレクティブっていったものに限るんですけども、まあ、その他にもね、アメリカにはさまざまな専門学校がございます。で、そういったところで見つけていただければと思うんですけども、ここで、音楽留学成功の3つのポイントのまず1つ目ポイント1ということで、志望校決定の前に自分に合った先生を見つけて事前にレッスンを受けるということが重要になってきます。で、これは一体どういうことかっていうことなんですけども、やはりですね、受験校を決めてもう出願しちゃって、そこから先生を習いたい先生っていう感じになっちゃいますと、いざ習いたい先生のクラスに全然入れなかったりとか、最悪の場合は合格をね受け付けてくれなかったなんていう場合もありますので、音楽留学の流れとしましては、まず習いたい先生を見つける。で、その次にその先生のレッスンを、受験前ですね、レッスンを事前に受けるっていう中で、その先生がいる学校にご受験されるっていう流れが一番こう習いたい先生にも習えていきたい学校にも行けるという流れ、一番いい流れになってきます。ではどうやって習いたい先生を見つけるのっていったところなんですけども、まあ、いろいろ方法ございまして、現地に渡航してのプライベートレッスンだったりとか、あとは夏に一番多く開かれている講習会などでたくさんの先生が参加しているので、そういったところで、参加してレッスンを受けるといった方法もあるんですけども、今はちょっとね新型コロナウイルスの影響でなかなか渡航も難しい現状になってきてますの で、そういったところでアンドビジョンでは今オンラインレッスンで先生と出会おうといったものを、精力的にさせていただいております。で、日本の音楽大学同様、志望する海外音楽大学の先生と受験まで定期的に日本国内でレッスンを受講するプログラムです。で、アンドビジョンの専用スタジオ、今こちらお写真写っているのが、専用スタジオになるんですけども、それ以外にもご自宅でもご受講が可能です。で、まあ、受験以外にですもんですね、レベルアップのために、レッスンを受けるだったりとかっていうのもご利用いただいています。で、今、アンドビジョンで、オンラインレッスンご受講されている方とかは、ご受験のために受けられている方なんかは、複数名の先生を、まず気になる先生を何名かレッスン受けていただいて、この中から本当にご自分に合った先生、習いたい先生っていうのを見つけていただいて、定期的にレッスンを受け、出願といった流れで、ご受講されている方なんかもいらっしゃいます。ですので、やはり先生との事前のコネクションっていうものが音楽の独特な世界ではあるんですけども、合格への近道ということになってきます。では続いてですね、学費についてお話ししたいんですけども、アメリカ結構高額です。いろいろなイギリスだったりとかドイツだったりとかフランス比べてみても、やはりアメリカが群を抜いて高額にはなってくるんですけども、まあ、じゃあ大体どれくらいかっていうと、大学っていうと年間約200万から700万円程度、結構幅が広いんですけども、一律だったりとか州立っていったものは、結構200だったりとか300万程度で、価格が低いものだったりとかもあるんですけども、私立の場合はやっぱり結構高額にはなってきますね。で、専門学校なんかも、まあ、日本に比べたらやっぱりどうしても高額にはなってくるんですけども、年間でいうと、約300から400万円程度かかってくる形になります。で、専門学校なんか先ほどお話ししたようにコースによっても期間が様々ですので、その分学費の総額にも変動があります。で、こちらご紹介しているのはいずれも学費のみのお値段になってきますので、学校によって、大きく異なるっていうのがございます。で、いろいろ、お客様からお問い合わせいただくことが多いのが奨学金についてなんですけども、まあ、さまざまパターンがある中で大きく今回は3つに分けさせていただいておりまして、
まずは、日本の団体が留学生向けに募集しているものというものが一つ目に挙げられまして、まあ、日本のものはだいたい月額制で出しているものが多くてですね、まあ、月20だったりとか30万円程度で、出されているものが比較的に多いです。で、まあ、月20万だった場合総額が240万円程度といった形になります。で、2つ目には、留学先の学校からオーディション結果によって支給されるものっていうものがあるんですけども、こちらも本当にオーディション結果によって実力だったりとか、あとはそのご両親とかですね、もう経済状況によっても変わりますので、支給額なんかも本当に様々なんですけども、アンドビジョンからご留学されたお客様なんかは、学費の3分の2相当の奨学金が出た例なんかもありますので、本当に優秀な生徒には奨学金を惜しまないというか、そういった形でアメリカは、運営されていることが多いです。で、3つ目は、留学先の国アメリカですね、アメリカの団体が募集しているものっていったものになります。で、例えばなんですけども、支給額が本当に様々になっているので一概にいくらっていうのも言えないんですけども、そういった中でやっぱり支給条件っていったものがとっても細かいです。例えば州が出している奨学金だと、州に、ね、所属していなきゃいけないだったりとか、アメリカ政府から出されているものとかもあるんですけど、アメリカ国籍ではないといけないだったりとか、あとは意外なんですけど、人種によって奨学金を出すか出さないかといったものも募集項目の中であったりもするので、まあ、そういったもので、ね、支給条件が細かいっていうのがアメリカの特色になってきますので、ここですと、まあ、ちょっと資料なんかお手続きも全て英語でのものになりますので、ちょっと取得がもしかしたら難しいものっていうのになってきちゃうかもしれないですね。はい、次に年齢制限についてなんですけども、割とこうヨーロッパの、ね、フランスとかドイツあたりは年齢制限にとても厳しい、風潮にあるんですけども、アメリカは、まあ、規定のない学校がほとんど、こちらはイギリスと変わらず規定のない学校がほとんどです。まあ、しかし学校によってはね、設けてるところもあるので、学校によって要確認ということになります。はい、次に皆さんここ一番、ね、注目していただきたいんですけども、語学規定についてになります。で、大学の場合は、皆さん聞いたことあるかと思うんですけど、 TOEFL の、IBT、 こちらはインターネットベースドテストになりますので、パソコンを使ったインターネット形式のテストになるんですけども、IBT の61から80点程度といったものを求められることが多いです。で、専門学校の方ももちろん、語学の規定が必要ですので、TOEFL の同じく IBT 61点から、まあ、70点程度といったものを求められます。で、じゃあどういったことを勉強すればいいのっていう、話なんですけども、読む、聞く、話す、書くの4技能を総合的に公平性を持って測定されますので、本当に、ね、何か一つだけやっていればいいっていうことではなくて、総合的な語学のレベルアップが必要になってきます。で、よく皆様に質問いただくのが、TOEFL と TOEIC、どちらを取ればいいんだろうっていったようなご質問をよく受けるんですけども、基本的にご留学で必要な、テストっていうのは TOEFL の方が圧倒的に多いです。というのも、TOEIC の方はですね、結構ビジネスマンの方だったりとか、TOEIC 自体がコミュニケーションっていったものを、中心的に見るテストでありますので、やはりこの留学生のようなこの全て、4技能全てっていったところが見れないテストであるので、TOEFL で、スコアを出してくださいねっていったような学校が一般的に多いです。で、じゃあ、TOEFL の61から81点と申したんですけども、どれぐらいのスコアなんだろうっていったところなんですけども、皆さん、英検が一番比較しやすいかなと思うんですけども、必要英語技能検定と比較すると IBT の61点とかだと、まあ、英検でいう、一概には同じとは言えないんですけども、準1級の、まあ、ちょっと初めの方の相当になります。で、
じゃあ、まあ、この今ご紹介している中の最高点80点となりますと、英検の1級はじめなので、まあ、丸々1級と同じレベルだよとは言えないんですけども、1級相当というところで、記載をさせていただいています。で、こういった、スコア、大体のスコアをご紹介させていただいてますけども、学校やコースによって本当にスコアなんかは異なります。で、TOEFL の他にも、こちらイギリス英語式のものなんですけども、IELTS、そういったテストも、同じく4技能、お勉強しなければいけませんので、認められる場合もございます。で、家庭が高いほど、まあ、学士、修士、博士と上がっていきますけども、家庭が高いほど語学の難易度が上がる傾向にあるっていうのはご注意いただきたいなと思います。で、ここで音楽留学成功の3つのポイントの2つ目なんですけども、語学力はしっかり上げておきましょう。といったところで、やはりね、オーディションでね、とてもいい結果が出せたとしても、やはり語学の方で引っかかって、合格通知が出せなかったっていったケースももちろんありますので、本当にね、語学のお勉強はしっかりやっておき、ましょうというところですね。で、次に出願入試スケジュール概要についてお話しさせていただきます。で、アメリカの学校は、まあ、いろいろ、ね、入学時期とかもあるんですけど、基本的に秋入学っていったものが一般的になります。で、じゃあ、9月から、ご入学されるっていうにあたって、いつから準備を始めたらいいかっていうところなんですけども、その前年の9月、行かれたいご入学される年の前年の9月に受験の詳細が発表されまして、で出願手続きが開始となります。でその後、11月から1月で、学校が、定められている出願規定の中から、締め切りを守って出願完了というところになります。でその後、2月から3月あたりでオーディションを、受けていただき、3月から4月で合格発表というものになります。で4月からは、いよいよ、お手続きが始まって、入学手続きの開始と、6月には一番大事なビザ申請といったものが、控えております。で、ビザ申請が終了しましたら、8月渡航していただいて、9月から。授業が開始といった流れになります。で、その中で、どういった書類だったりとか、どういった手続きが、あるのかなっていうところなんですけども、まずは一般的な出願手続きに必要な書類なんですけども、高校から大学に上がられる方は高校卒業証明書。で、大学の学士課程から修士課程に上がられる方なんかは大学の卒業証明書が必要になってきます。でそれに伴って最終学歴の成績証明書といったものも必要になってきます。その他には TOEFL のスコアだったりとかエッセイ、あとは音楽履歴書だったりとか、推薦状といったものも必要になってきます。推薦状を書いていただく先生とかは今、日本で支持されている先生だったりとか学校の先生といったもの方たちから、推薦状を書いていただくことになります。で、もう一つ、演奏の録画ビデオなんかも、選考によっては必要になってきます。っていうのも、人気の学校、ジュリアードだったりとか、カーティスの私立の学校なんかは結構、事前に出してくださいって、求められる場合が多いんですけれども、まずですね、やっぱりアメリカの場合、まあ、いろんな国もそうなんですけども、出願者がとっても人気の学校だと多いので、先生たちもなかなかこう、全員見切れないっていうのもあるので、まず予備オーディションとして動画の提出をしていただいて、でそこである程度ふるいにかけてから、いい線、残った方だけ第一オーディションに進めるよっていったもので、流れを組んでいるところの学校が多いので、そういったところでね、こうクオリティの良いビデオなんかもご用意しなきゃいけないっていったところもあるんですけども、まあ、そういったね、書類、だったりとか用意しなきゃいけないものに加えて、また追加の書類だったりとか、成績証明書の返還手続きなども行わなければいけない場合もありますので、書類式を揃えるまでに相当な時間がかかってきます。で、オーディションは、録画の送付でいいものと、現地へ渡航してのライブ審査の2種類あります。で、基本的にはライブ審査の方が結果的に有利に働くといったことが多いです。で
専攻により詳細は異なるんですけども、基本的には課題曲、自由曲の演奏と教授陣との面接というパターンが多いです。で、合格発表は通常3月から4月中に講義が発表されます。で、ほとんどの学校はメールでの合格通知となりますので、郵送で送られてこなかったんですけども、これは正式な合格通知なんでしょうかっていったお問い合わせもたまにあるんですけども、メールでも正式な合格通知といったものになっています。で、次に合格発表を受けましたら渡航準備になるんですけども、講義の発表後、学校から I-20 といった書類を所得します。この I-20 なんですけども、まあ、日本語に直すと在学証明書といった形になったという書類になりますので、こちらはとっても大事な書類になるんですけども、こちらを取得した後、大使館へビザの申請を行っていただく形になります。で、その際に多くの必要書類があるので、事前に用意の上、大使館へ出向き、簡単な面接の後、問題がなければビザが1週間程度で発行されます。で、その後、まあ、渡航になりますね。ビザを取得後、学校のオリエンテーション、8月の半ば頃から末にかけて行われるんですけども、こちらに合わせて現地へ渡航といった形になって、新しい生活の始まりとなります。で、この後、音楽留学成功のためのポイントの3つ目なんですけども、出願時も合格後もやらなきゃいけないことが本当にたくさんあります。で、たくさんあるんですけども、やっぱり一番重要なのは、実際の実技試験の練習 と、語学のお勉強に集中できる環境を整えましょうということなので、ね、ギリギリの用意ではなくて、余裕を持っての準備をお勧めします。次に、ビザ滞在許可申請に関してなんですけども、ビザの申請に必要な、先ほどお話しした I-20 の発行には、銀行の残高証明が必要になってきます。I-20 というのは学校から発行される書類なんですけども、I-20 を発行する前に、1年間の学費と生活費の総額したもの、学校からこれぐらいの金額って、出される場合もあれば出されない場合もあるんですけども、それの金額を一定以上の期間、銀行に納めたっていう残高証明が必要になってきますので、あらかじめの、ね、資金繰りだったりとかも準備が必要になってきます。で、アメリカでは渡航前のビザ申請のみで、現地で、ね、領事館に行ってなどの滞在許可申請の必要はありません。ただ渡航後、日本領事館に、在留届を提出する必要がありまして、インターネット上での申請が可能となります。で、ビザ申請は書類の準備期間から計算して約1から2ヶ月程度かかります。で、こちらスムーズにいった場合でのお話になってますので、何かちょっとトラブルが起きただったりとか、書類が発行できないといった問題が起きますと、もっとかかる可能性もございますので、先ほどから何回も申し上げているんですけども、早め早めの準備が必要になってきます。で、大使館の春から夏にかけては繁忙期となっています。ですので、予約、面接の予約だったりとか、ビザ申請のアポイントメントが殺到しますので、早めに、アポイントメントを取ることが大事になってきます。で、東京、大阪以外で、の領事館で申請する場合なんかは、面接日が極端に少ないので、この点は注意が必要です。福岡だったりとか沖縄にもあるのかな、領事館がありますので、そういったところも、ね、近くにお住まいの方で、そちらで面接を希望される方なんかは注意が必要です。で、次に生活費なんですけれども、物価に関しては、全体的に高いっていうのはあるんですけども、住む町によってやっぱり変わりますので、一概にいくらっていうふうにも言えないところではあります。で、住宅なんかは、こちらもね、一口にアメリカといってもかなり広範囲にわたるので、もちろん家賃とかも場所や環境によって大きく変わります。で、多くの学生さんが大学の学生寮を利用するんですけども、例で書かせていただいているのはマンハッタン音楽院。こちらが年間で約150万円程度なんですけども、
学生寮でシングルルームでキャンパス内にある学生寮になります。で、じゃあちょっと学生寮ではなくてアパートメントに住みたいっていう形になるとやっぱり金額はどうしても上がってきまして、マンハッタンの場合ですと、まあ、年間300万円程度になってきます。でもっとね、大都市ニューヨークだったりとかに、お住みになる場合はもっと高額になってくる可能性もあるのでお気をつけください。はい、そういった中で、途中途中で、音楽留学成功の3つのポイントっていうものをお話しさせていただいたんですけども、ポイント1、自分に合った先生を見つけ事前にレッスンを受けることが重要。でポイント2、語学力はしっかり上げておきましょう。でポイント3、練習と、まあ、語学の勉強に集中できる環境を整えましょうということで、ですね、実技の練習と語学のお勉強っていうのはどうしてもお一人でね頑張っていただいて誰も手伝えませんので、一人でレベルアップのために頑張っていただくっていったところが重要になってくるかなと思うんですけども、それに加えてご自分での出願だったりとか各種手配を行うことになりますと、どうしてもねそちらに初めてのことが多いかと思いますので、そちらに神経と時間が取られてしまって練習と語学のお勉強の時間が取れないっていったようなお話を、今までたくさん、いただいております。ですので、まあ、そういったね出願だったりとかの手続きをアンドビジョンにお任せいただいて練習と語学のお勉強に集中していただければと思っております。その中でですね、アンドビジョンの留学サポートは学校決定から現地で生活を始めるまで全てサポートをさせていただいています。でこちら、アンドビジョンの、入試合格前のサポートパックになってくるんですけども、こういった形で、いろいろやらなきゃいけないことはたくさんですね。でそういった中で今回はちょっといくつかピックアップして、ご紹介させていただければと思うんですけども、まず学校決定のプランニングとコンサルティングというところで、カウンセリングや学校事務局への問い合わせを通してご一緒に学校決定からお付き合いをさせていただいております。で、その次ですね、学校がいざ決まりましたってなると出願という流れになるんですけども、入試情報の案内説明含むおよび、学校出願手続き代行ということで、サポートさせていただいておりますので、こちら出願手続きの代行をアンドビジョンにお任せいただいて、やっぱり一番大事な練習と語学の準備に専念をしていただければと思います。でその他にもですね、アメリカではエッセイの提出も必須になってきますので、こういったところのコンサルティングなんかもお手伝いをさせていただいております。まあ、その他にもですね、現地でオーディションに行く場合なんかは、宿泊先だったりとか航空券のお手配もさせていただいておりますし、いろいろね、その他にも入試合格前に必要なさまざまなことをお手伝いさせていただいております。じゃあいざ、合格が決定しましたっていう風になると、合格後のサポートに移っていくんですけども、まず学校の、ね、引き続きの入学手続きとして、入学手続き、あとは学費の支払いなどやらなければいけないことまだまだたくさんありますので、引き続きの手配の代行をさせていただいております。で次にこちら一番大事なビザ申請サポートというのもさせていただいております。実際にね、大使館に、赴いての面接だったりとか申請はご本人様でないといけないので、様に言っていただく形にはなるんですけども、それまでに必要な書類だったりとか、こういったところでビザ の申請を行ってくださいねといったようなお知らせ、そういったものをすべてサポートさせていただいておりますので、準備書類なんかも膨大になってます。いろいろお手伝いをさせていただいております。でその次に現地での生活をサポート、開始をサポートするためなんですけども、音楽家の物件のフラット探しコンサルティング、あとはまあ不動産動向サポートなんかもありまして、現地での物件の探しをお手伝いいたします。で動向サポートを含む場合は内見だったりとか実際の契約でですね、現地スタッフが、同行する形となっております。
でこちらの、サポート内容には学生寮の申請なんかも含まれてきますので、そういったところもね、あのお部屋探しといったところで一括で、サポートさせていただいております。で、次に銀行口座開設同行サポートなんかも含まれてきますね。本当にね、日本なんかも最近はキャッシュレス文化がすごく進んでいますけれども、ヨーロッパはじめアメリカなんかはよりコロナ以前からキャッシュレス文化がすごくですね、実際にこうスーパーだったりとかレストランでお会計するときなんかも、やはり普段から現金ってものを持ち歩いてると危険っていう文化があるので、どうしてもスリにあったりとかそういったことが多いので、もうすべてクレジットで一括化されている方がとても多いです。ですので留学生の皆様なんかも現地での銀行口座を開設される方とかも多いんですけども、そういったもので普段の生活にとっても必要な銀行開設、こちらも現地スタッフが同行の上サポートさせていただきます。でその他にもですね、いろいろこう留学に至るまでの準備なんかもアンドビジョンでいろいろお手伝いをさせていただいてるんですけども、まずは音楽理論のレッスンといったような、スクールでの講座も開講させていただいています。まあね、音楽理論なんかは学士課程への進学のための受験では必ずと言っていいほど必要になってきますので、こういったお勉強も必要になってくるんですけども、日本語でお勉強されている方は、まあ、たくさんいらっしゃるかと思うんですけども、もちろん現地でのテストは英語での音楽理論のテストになってきます。ですのでアンドビジョンでは実際に外国人講師、まあ、日本人講師の場合も英語でのレッスンが可能ですので、そういったところで音楽理論のお勉強も、お手伝いさせていただいております。ですね、それ以外にもやっぱり実際にね、語学が日本語から英語に変わるといったところで、独特な音楽の独特な英語表現なんかもあったりもするので、そういったところなんかもお勉強を同時にしていただけるといった形になっております。で、音楽理論のレッスン以外にも単純な語学のレッスンも用意しておりまして、ま、出願だったりとか、ご受験に向けて必要な語学のスコア獲得に向けて通っていただいている方もたくさんいらっしゃいますし、あとはですね、やっぱりこう音楽留学される上で一番重要視される方が多いんですけれども、レッスンで先生との意思の疎通が取れるために、やっぱり語学のお勉強されたいっていう方たちが一番多いです。で、そういったところのね、語学のお勉強なんかもスクールのレッスンとして、お手伝いをさせていただいております。あとはですね、それ以外にも実技レッスンなんかも行っておりまして、アメリカでいうと一番下のレイモンド・マクリーン先生が、こちらジャズの先生なんですけども、サックスで、ハートフォード大学のジャズパフォーマンス科を修了された方で、今はね、日本にいらして演奏家としていろいろこうジャズクラブなんかで、活動されてるんですけども、それに、伴ってアンドビジョンでもクラスを開講してくださっています。実技のレッスンだったり、まあ、音楽理論もレモン先生担当してくださるんですけども、いろいろね、こういったところで外国人講師から現地の言葉での実技レッスンといったものも受講が可能になります。はい、それではですね、アメリカについて、あとはアンドビジョンがどういったことをお手伝いさせていただけるかについていろいろお話しさせていただいたんですけども、それでは質疑応答のお時間に移らさせていただきます。まあ、ちょっとご宣伝も兼ねてなんですけども、次回は9月の1日、来週の火曜日の同じく12時から、ドイツについて、次はお話しさせていただいております。で、ご質問についてなんですけども、チャットにてお送りください。で、宛先がこうプライベートなんかにも設定はできるんですけども、今回皆様宛てというところで、メッセージをお待ちしております。で、ちょっと個人的な質問になっちゃうので、ちょっと皆さんに見られるのは嫌だなっていう方なんかは、直接ね、お問い合わせいただければと思いますので、こちらの info@andvision.net の、メールアドレスに、お問い合わせいただければと思います。
こちらの、ね、セミナーが始まる前に事前に、Zoom のミーティング ID をお知らせするときにメールを送らせていただいてたかと思うんですけども、そちらのメールに返信という形でも大丈夫ですのでお待ちしております。では、質問などございましたら、チャットの方にお願いいたします。はい、早速いただいてますね。気になった先生に事前にレッスンということですが、大体複数受験するのですかといった質問をいただいております。まあそうですね、やはり例えばなんですけども、今日本にすで、に手術なさっている日本人の先生がいらっしゃって、その方のご紹介でといった形でご受験される方なんかもいらっしゃいますか。でちょっと追加で質問いただいてまして、複数の場合それぞれの先生につくのでしょうか。それはなかなか難しい気がします。まあそうですね、そういったご質問いただいてるんですけども、今ちょっとご説明したように、日本の先生からご紹介いただいた場合はその方にねレッスンを受けてっていう方もいらっしゃるんですけども、ちょっとアメリカに留学したいんですけども、先生のつてがなかなかなくてっていった方もたくさんいらっしゃいます。でそういった場合はですね、先ほどご説明させていただいたように、複数受験、複数レッスンを受講という形になるんですけども、まあ、まずは複数名の先生を1回ずつレッスンをいろいろ受講していただいて、でその後じゃあこの先生が自分に一番合ってるな、この先生のレッスンこれから長期的に受けていきたいなといったところで先生を選んでいただいて、その後定期的なレッスン持っていくといったような流れになっております。で、まあね、そういった中で定期的なレッスンを受けていく中で、あ、じゃあこの先生 の, いらっしゃる学校に、ご受験を決めようといった流れになって、そこの学校にご受験をして実際に先生のクラスに入るといった形になりますので、複数名の先生のレッスンを受けたからといって皆さんの先生に指示しなければいけないといった形でもございません。ご安心ください。この他にもいろいろご質問お待ちしております。はい、追加でいただいてますね。この先生に決めようという流れの場合、それ以外の学校のご受験は、こちらもいい質問をいただいてありがとうございます。そうですね、そういった場合やはり単眼でのご受験っていうふうになりますと、どうしてもね日本でも同じかとは思うんですけども、やっぱりこうアメリカに行くっていう目的がメインの方たちとかは、どうしても併願でご受験される方がとても多いです。単眼のご受験になってしまうと、そこの学校がもしね不合格ってなった場合にアメリカにご留学するという道が途絶えてしまいますので、皆様併願のご受験されるっていう方が多いんですけども、結構多いパターンとしては、一人の先生が2つの学校の教授を兼任されてるっていうパターンも結構多いんですね。ですので例えば実際にそういった先生がいらっしゃるかわかんないんですけども、ジュリアーズとカーティス の, どちらにも教授として所属されている先生がいらっしゃって、で、どちらもの学校をご受験するといった形で併願を、受けられるパターンも多いです。あとはですね、習いたい先生一人いるんだけども一つの学校にしか所属してないといった場合は、まあそうですね、2人の先生にレッスンをご受講して2つの学校を受けるといった流れにはなってくるかと思うんですけども、まあ、こういった、ね、兼ね合い、なかなかその各先生に他の先生もレッスン受験しててそちらの学校も受験するつもりですといったことですと、なかなか、ね、印象だったりとかそういった部分でもいろいろ問題は発生してくると思いますので、そういった部分はいろいろこうレッスンを受ける前に調整していく部分ではありますので、なかなかちょっと難しいポイントではあるとは思うんですけども、一番スムーズな流れとしては1人の先生が2つの学校を兼任されていて、まあ、2つ3つ兼任されていてその中で併願するといったパターンが一番流れとしては多いです。ご質問ないね、まだまだお待ちしておりますので、ぜひチャットにて、ご記入いただければと思います。
一つ今チャット内にですね、ファイルの方を、共有させていただいたんですけども、こちら、先ほどご説明させていただいたアンドビジョンのサポートの、詳しい内容と、あとは料金が書かれた、資料になります。こちらもダウンロードしていただく必要があるんですけども、ダウンロードしていただいた上でご覧になっていただいて、いろいろ本日ご説明させていただいた以外にも詳しく、サポート内容なんかも書かせていただいております。で、その他にもですね、総合パンフレットといったものも今皆様お手元に持っていらっしゃる方とかもいらっしゃるかと思うんですけども、総合パンフレットの中で、音楽留学とはだったりとか一般的な音楽留学の流れ、あとは実際に音楽留学された方の体験談だったりとか、そういったものもさまざまなこう総合的な面から情報を、記載させていただいた総合パンフレットといったものもございますので、そちらもね、ぜひ一度ご一読いただいて、その中にサポート内容にさらに詳しく書いたページなんかもございますので、そちらの方もぜひ、ご確認いただいて、本日ちょっと共有させていただいたアンドビジョンの、サポート料金表といったものも、ご一緒に合わせて、ご確認いただければと思います。その他に質問などございますでしょうか。もちろん後ほど、メールの返信といった形で、本日のアメリカセミナーに関して、ちょっとこういったところもっと具体的に聞きたいなだったりとか、私今ちょっとこういった状況なんですけども、どういった形で音楽留学進めていけばいいんでしょうだったりとか、そういったご相談なんかも受けたまってますので、ぜひお気軽にお問い合わせればと思います。はい、皆様からの、ご質問なんかも続々、お待ちしてるんですけども、セミナーに関しては本日、内容的には以上になってきますので、もしね質問なんか特にないかなっていう方とかいらっしゃいましたら、このまま、ミーティングを退出といった形で、本日はこの辺でいった形でも大丈夫ですので、それ以外にも質問の方もお待ちしております。次回なんですけども、先ほどちょっとご説明させていただきましたが、9月1日火曜日、来週ですね、の同じく12時からにはドイツについてお話をさせていただいております。で、前回はイギリスについてお話しさせていただいたんですけども、各週にわたってイギリス、アメリカ、ドイツ、オーストリア、フランス、イタリア、チェコ、ハンガリーかなといった形で、本当にこちらの国は一般的な、皆様が音楽留学される国について取り上げさせていただいてるんですけども、こちらが、7週終わりましたら、またまだ決定ではないんですけども、その他の国についてもお話しする機会ができればなと思っておりますので、そういったところもご注目いただければなと。はい、それではですね、ちょっとそろそろご質問も来ないかなという感じですので、本日の、第2回アメリカセミナーを終了させていただきます。で、この後も質問の方はどんどんお待ちしておりますので、メールアドレスの方に、ご質問、ご相談などお待ちしております。それでは本日は、ご参加いただき誠にありがとうございました。次回のドイツの講習会、セミナーですね、失礼しました。セミナーの、ご参加もぜひぜひお待ちしております。本日は大変ありがとうございました。